嘘、そんな聞こえる？いつもより、そこいつもより大きいわ、それ。ちょっとお家にいたけどメイクしてみた。もう今聞こえない、そんな。こんばんは。久しぶりになってすいません。舞台期間一旦ちょっと SNS から離れようと思って離れました。でもその期間に親がこっちに来てて、舞台見に来てくれてって感じで、ご飯作ってくれたりだとかしてくれてました。ってことで、もう舞台が一通り終わったので、ちょっと舞台についてもうネタバレとかもして大丈夫なので、ちょっと話していこうかなって思います。テロップ入れよう。だけど一瞬だけ髪巻かしてもらっていい？どうしても気になる。なんで？いやもう髪の毛をね、ちょっとさすがにちょっと切ろうかなって思ってきて。長さバラバラすぎて、え、待って、クリスマスのなんかになってる今。あれ、この前もこんなんだったっけ。長さ違います。クリスマスイベント始まったの。そうなんだ。前髪はね、切ろうかなって思ってきた。まあ、いっかこんなんで。気になるけども、まあいろいろあると思いますが、一旦舞台のお話に今日はさせてください。ということで13公演かな、渋谷で13公演舞台をやっていました。はい、この期間
配信もあったんですけど、まずは来てくださった方、配信で見てくださった方、ありがとうございました。いや、メールには結構長々と書いたんですけども、ほぼメールに書いてあることなのかな。やっぱ私日本語下手くそなので言葉で伝えるの難しいんですけど、文章の方が日本語変だけど伝わるかなって思ってて、文章でバーって書きました。いや本当はもっとね書けたはずなんだけど、いろいろね部分部分で分けて書いてみました、はい、わー気になる髪の毛なんなの。何から話そうかな。でも稽古期間が1ヶ月くらいで、そのミュージカルで、ミュージカルって私2回目なんですけど、ミュージカルってめちゃくちゃ大変だなって改めて思いました。改めて、なんか普段こういうアイドルをしてるから歌って踊るのなんて簡単でしょみたいな感じなんて思う人もいると思うんですけど、またそれとはまた違ったジャンルで、なんだろう、今思ってるセリフを歌に乗せてるっていう、難しいよね、難しい、私も何言ってるか難しいんだけど、すごく難しくて、うわちょっと待って、何から話そうかな。まずまあ、みんなからのなんか舞台の質問聞いた方がいいのかな。一番難しかったシーン、なんかメールにも書いたんだけど、そのカズサっていう私の役が本当になんか性格が悪いっていうか素直じゃなくて、なんだろう、女の子から嫌われるような女の子で、なんだろうな、すごい、まあ、なんだろう、本当に単純に性格が悪い子なんだよね。で私って結構すぐ泣くし、割と素直だと思ってて、自分ってね、そうで、なんか自分と真逆だったんだよね、カズサが。カズサって素直だけど、なんだ、心の中ではちょっとね、弱い部分はもちろんあるだろうけど、見かけ上すごい強い女っていう私はイメージがあって。で他人をこう見下すような役で、まあなんだろう、その人をバカにするようなセリフとか喧嘩とかのシーンがあって、私は基本喧嘩とかしても折れちゃうし泣いちゃうタイプだから、こう乗っかかって反抗する
ことが全然できなくて、でまるさんにも、私まるさんにちゃんって呼ばれてたんですね。そう、ちゃんはもっとなんか嫌われるような役を演じてほしいってずっと言われてて、稽古の時も。でもなんかやっててもやってても全然自分でもなんか納得いかないなってなってて、でまあいざ本番っていう感じで、もう本番になっちゃったんだけど、なんか一番大変だったのはもちろん歌もダンスもなんだけど、なんかその役に入りきることがまず今回一番難しかったかな。だから今までお芝居をしてきて、そんなしてきてないけど一番難しくって感じでした。いや悪者ではないんだよな別に、カズサっていう役は。君がいい、アイドルにそんな役振るのは疑問だから。そっか、うん、だから単純に役に入りきるのが難しかったかな。そう、だから私はすぐなんか素直になっちゃうから、素直じゃない子ってああこういう感じなんだと思って、だからほんと不意に素直になっちゃう、なっちゃってた部分あったりしたのかなと思って、だからなんか口調とかもさ、なんとかかんとかじゃねえまではいかないけど、そんくらい口調がきつい子なんですよね。そうだから口調も難しかったかな。何書いたかなメールに。でも、そう、もうそれこそやっぱなんだろうな、うん、言ってる通り演技力がすごく問われる役だったのかなと思って、だからなんかさ、キスバイエイトの時のまゆちゃんとかってさ、すごくハマり役って言われてて、まゆちゃんってすごいダメ男を好きになる役みたいな感じで、でも感情移入しやすくてみたいな感じだったから、なんかすごいそれがユーナのイメージにぴったりってめっちゃ言われてったじゃん。でなんかどっちかというと、なんだろう、今回は三宅和沙夕日だったら自分に一番近いのってもしかしたら夕日なのかなって思ったの。でもかといってあやねちゃんもすごく夕日が合うしみたいな。で前のネオンキッズをね映像で見た時に、なんかあのミユがトーコでエリナちゃんが身近でってなってて、見てるとなんだろう、すごく個人的に感情移入しやすかったのがそのトーコ役だったんですよ。だからなんだろう、お芝居するのに
なんだろうな、やりやすい、楽だったのはきっと夕日とか東子役だったんだけど、今回はちゃんと演じるにあたってすごくなんか演技したくはなかったけど、演じたのがカズサだなって思ったんですね。でもこれを、このカズサを やるってなった時にすごく、なんだろう、すごく一歩踏み出せたのかな。あ、日本語めちゃくちゃ変。一歩踏み出すことができたんじゃないかな。すごいやっぱ感情移入しやすい方が役的にやりやすいだろうけど、なんだろうね、全く違う役、全く違うタイプの役をやってみることってすごく勉強になるなって、うん、だから逆にカズサを演じれたことはすごく良かったかな。今回めちゃくちゃ好きになりました。嬉しい。でもメールにも書いたんだけど、マジムリの時にね、初めての舞台がマジムリで、マルさんで、なんか難しいなって、お芝居難しいなと思って、からまた今回マルさんの演出でやった時に、また私はお芝居難しいなって感じちゃうんだろうなって、もうやりたくないなって感じちゃうんだろうなって思って、もちろん稽古期間でなんか、うわ、分かんないなってなった時はことは全然あったし、いや、もうやりたくないなみたいな時もあったけど、なんだろう、こう本番期間やっていくうちにすごく楽しかったです。今回に関してはもちろん緊張もしてたんだけど、なんか演技って楽しいなって改めて感じた舞台でした。それは何だろう、いろんな方に、共演者の方とかにも、え、ちゃんってアドリブすごいね、アドリブ上手だね、あの対応力がすごいって褒められて、なかなかそういうのできる人いないと思うってすごく褒められたの。それがすごく嬉しくて、なんだろう、結構今回、なんだろう、自分でなんかアドリブできるところがあったから、それこそ3人でさ、最後言い合いしてるシーンとか、そこもほぼ全部アドリブさせてもらったんだけど、最初はね、最初の方はやっぱ緊張しちゃってアドリブなんかできなかったけど、でもやっぱ見てる方もやっぱせっかくなら笑って楽しんで帰ってもらいたいなと思って、やっぱなんだろう、この私は怪獣自体ハッピーな話じゃないからさ、ちょっとクスって笑えるシーンがちょくちょくあったらいいなと思って、そこでちょっと息をね、スッてなってくれるといいなって思って、頑張って体を張りつつ頭も使いつつやってみました。そこはすごく褒めていただけましたね。いや、千秋楽は良かったでしょう。私の名案です名案です。あれは、いや、最終日に来て、いや、どうしようと思って、最高級にみんなに笑ってもらいたいと思って考えたのが、ゴミ山に隠れる
あの叩かれたのはガチで痛いです。あのちなみにまだ痛いまだ痛いです。叩かれたのまだ痛いです。はい、ガチで痛いです。あのまだかな。りんちゃんに痛いですって伝えといてくださいまだ痛いです。そうでもりんちゃんに甘えもってガチでちょっと隠れるからみたいな言ってて、多分ちゃんといいところにキャリーバッグがあって、夕日の隠れた。いや千秋楽に思いついてよかったなって。いやその千秋楽の1公演目2公演目どっちもゴミ山に隠れようかなって思ったんだけど、いやそうしたらつまんないかと思って、だから千秋楽に撮っときました。へえ、みぷぴちゃんネオンキッズお疲れ様。クリスマスクマサンタさん、クリスマスクマサンタさんありがとうございます。たくさん来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。メモメモメモ。12もう19なんだね。で、うーん、逆にみんなはどのシーンが好きだったとか、ここのじゃあまずどのシーンが好きだったか聞こうかな。どのシーンが好きでしたか。ね、クレジットカードをなんか謎に胸に挟まれるっていう恒例行事があり、千秋楽ではちょっとつぼってしまいましたね。そこはちょっと最終日やばかったね。楽しかった。でもちょっとゆっくり喋っていくとあれなんだけど、あの3人のシーンは本当にどこまでリラックスしてナチュラルなお芝居ができるかっていうのが課題点で、やっぱ稽古最初の方は全然なんか硬いって、なんかセリフをただ投げてるだけで別になんか3人の中の良さとかが伝わらないっていう風になって、だからいっぱい3人で練習しましたね。そこナチュラルにナチュラルにって、本当にナチュラルにって感じ。カードを挟むのはさすがにアドリブじゃないよね。カード胸に挟むやつですか。あれもめちゃくちゃアドリブです。あのあそこの私たちのセリフがないところは全部アドリブです。3人とも。最初の登場はインパクトあったね。コンパニオンの衣装ね、コンパニオンの衣装も、いやどうなんだろうと思って、最初あれありなんかなと思って、でも いっかと思って着てみて、そしたらかなりスタイルが丸分かりの衣装で、いや恥ずかしかったけど、まあでもそのくらいの衝撃がないとやっぱ舞台生ものだしなって思って
スぶん投げましたね。あそこもね難しくて、なんかどっちかというとそのみゆきとゆうひって感情をぶつけやすいダンスっていうか、まあキャラだったんだけど、カズサってやっぱ素直じゃないからこうワン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 ワーワーってなれないんですよ。強く怒ったりとかできないから、なんだろう、どれだけかっこよくできるかって感じかな。どれだけかっこいい余裕のある女性に見えるかっていうのが最初のシーン。いや結構最初のシーン手こずったかも。もうやってらんない、こんな仕事やめてやるよってところかな。だからこの6行7行くらいのセリフがどれだけ性格悪くどんだけ笑って言えるかみたいな、そこも難しかった。なあ最初のシーンはね、あとはなんだろうか、最善だとあざも見えてしまう。そうだよね、あざが結構できまして、今結構、あでもだいぶ、いやどうなんだろう、すごいパジャマなんだけど、あざ、あやばいね、こうやって見るとなんかね、この辺にもあるんだよね、あざが、こことか、ちょっと今あざがすごいです。だからあんまり足出せないなっていう。そうで、あの私肉ばですけど、もう若干違和感ありつつだいぶ良くなりましたのでお騒がせしました。だいぶ大丈夫です。あざは痛いです。いやみんなあざすごいからね、それだけ体を張ってるということで。嘘、あざ見えてた？結構見えるものなんだね。かな。あとはやっぱカズサのシーンかな、スケートのシーン。あそこもね、あそこの歌はねめちゃくちゃ手こずったし、てかそのそこまでが怒涛すぎ、怒涛ハードすぎて、でその私のそのほぼソロの涙なんか嫌いだって曲の前にどうやってか水を飲めないか考えたんだけど、どうしても無理で、なんかね歌を歌わなきゃ歌を歌わなきゃっていう考えで、そのなんか歌唱稽古、歌の稽古とかもしてたんですけど、やっぱそう上手く歌うなんてまだ早いんだよって先生にいっぱい言われて、だからどれだけその感情を込めて歌えるかよって、上手い下手とかじゃなくて歌詞の意味考えて、誰にも負けたくない、立ち止まれば試合は終わり、もっと強くなりたくて
自分を傷つけて頑張ったってどういう感情で歌うのって、どういう思いなのっていっぱい言われて、いろいろ考えて皆さんにお見せお届けした感じです。だからなんだろう、カズサは強がりで素直じゃなくて、努力家だったんだなっていう、本当にいい歌ですよねあれ。でもその前のネオンキッズのこの歌を歌ってたのがエリナちゃんで、エリナちゃんってめちゃくちゃ歌上手だから、なんかいや別にねそんな気にしなくてもいいけど、もしかしたら比べられちゃうし比べる人もいないわけではないから、だからすごく悩みに悩んで全然自信なくなっちゃったんだけど、でも自分が伝えれることしかできないわけだから、自分ができる伝え方をやり方をしようと思ってやりました。でもその次のシーンがね、みんなあのキャストみんな大好きな歌よってみんな言ってたの。次のシーンの歌がねみんなツボ、あれはねあれみんなどう捉えてたんですか。でも私たちは稽古から笑いに笑ってましたね。いやもうおもろい、歌からおもろいし、なんか、おもろいねって、すごいダンスがちょっとなんだろうなんかエロチックでちょっとそうだったから、みんなツボに入ってましたね。わかんない、みんなはなんかね、キャストっていうか私たちからしたらもう急におもろいやんみたいな、シーンでしたね。あーシリアス系だったんだ。なんか歌がそうそうそう単語っぽくて、なんかちょっとなんかそんな情熱的なんだみたいな、まあ、ちょっとねおもろかった。あそこのダンスは、あ笑ってよかったよ、全然全然笑ってよかった。だからもうみんなキャッ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 笑ってて、てかねダンスがちょっとねやっぱ単語というかそういう感じで情熱的なダンスだったから、すごいツボのシーンがみんなあってうわぁ、スズメの戸締まりみたいないや全然笑っていいと思う、多分おもろかったよね。
私たちもおもろかった。その後か、その後に、その後ちょっと私出番、お休みで酔っ払って帰ってくるのか。そう、酔っ払ってる演技もね難しかったんだけど、最低だよね、人の彼氏を奪って酔っ払って帰ってくるっていう。でも揺れるの世界観ってすごく独特だよね。なんかすごい、なんかわあ舞台やってるなって思った。嘘、酔ってる演技うまかった、ありがとう。ブロンね、なんかね、日によってそのラマさんがねブロン渡してくれる日と渡してくれない日があって、そう、うん、でもブロンを飲んだらどれだけもうくらいくらいになるか、なんかもう顔とか考えなかった、一切。もうどんな顔してでもいいやと思って、もうだから酔っ払って倒れた時とかももう何だっていいやみたいになっちゃって、もうどれだけみんなにはこの人はめちゃくちゃ今もう頭がパッパラパーなんだみたいなのをもう伝えたくて、もうほんといい顔してた。でもみんなやばかったよね、倒れ方もすごいさ、なんかはぁみたいな、パターンみたいな倒れていくし、でもそれをなんか表現に入れてくるマルさんもやっぱ素敵だなと思って、いや本当に下手したらめちゃくちゃ大事故でぶつかってる可能性もあったしね。揺れるはでも楽しかったかも。そう、みんなの自由自在に表現できてるって感じ。そっからの水中もね、なんか水中で、てか水中の村長がすごすぎて、いやなんか初舞台であの表現をできる村長って本当にすごいなって感動してた。ねえ、多分みんな村長にやられたよねこれ。すごいよ。めちゃくちゃいい子だし、ね、本当に何だろう、いやもう本当にね、そのラムは死ぬんだけど、なんか何だろう、本当に本当に消えちゃうんじゃないかっていうくらい、私もてか私がもう前から見たいくらいだった、それを。みんな村長に惹かれてる今の顔そう、なんかネオンキッズってもともとタイトルが水中は苦しいか
っていうタイトルにしようか迷ってたみたいなのを聞いた時に、ってことはめちゃくちゃラムって重要人物じゃんって思って、高校生よ、すごいよね。私はあんなラムの役多分上手にできない。水中もね表現力結構むずかった、苦しくなって苦しくなってって。でもラムのこと考えればすごく苦しくなるんだけど、あのね曲中にねそのゴミ山に行ってゴミを取りに行くんですよ。でもなんか全てなんかゴミが入ってるわけじゃなくて、そのフェイクのゴミ袋もあるんですよ、飾りというか。で私は多分千秋楽偽物のゴミ袋を取ってしまい、なんかねゴミ袋が割と簡単に破けるようになってるので、ハズレくじを引いたのさ。でゴミ袋を破くんだけど、私が持った瞬間、水中は苦しいよ生きろなんて言うなよな、でこう触ってる時に、うわこれ偽物や、偽物のゴミ袋持ってしまったと思って、うわどうしようどうしようどうしようって、破かないっていう可能性もあるけど、一旦破いてみよう、ゴミ出てくる可能性あるしと思って、ハズレくじを引いたのさって言ったら、ただのビニール袋が詰め込まれた黒のね、でもちゃんと黒の袋に黒のビニール袋が詰め込まれたゴミが出てきて、千秋楽にハズレ引いてしまったと思って、でも他の人の見たらめっちゃ綺麗にゴミ散らばってて、うわ千秋楽っぽいのにと思って、自分はちゃんとハズレくじ引いてたと思って、そこだけちょっとへこんでます。ちょっとショックでした。最終日もちゃんとゴミ取れればよかったのにと思って、っていう、これは裏話ね。かなで、そっからだって3人の言い合いして、ミル歌って殲滅暴動か。皆さんどうでした、殲滅暴動ってか、そのあやねちゃんの襲われるシーンがあって、みんなのさ、あやねちゃんのファンの方の心大丈夫かなって、まあお芝居だから大丈夫だと思うけど、大丈夫でしたか。いやすごいリアルだったよね。でもショックだよね。そりゃショックだよね。すごくリアルだった。私も見ちゃった、こうやって。いやでもなんか難しいよね、そういうなんか、いやでも、いやそうなんで最終途中からか、そのドイッチのキヌさんがズボンを下ろし始めて、あでもその声あるじゃないですか、あもう大きい声じゃないですけど、喘ぎ声、あれはあやねちゃんの声じゃないですからね、言っとくけど、多分誤解する人いると思うけど、あやねちゃんの声じゃないから大丈夫ですよ。それは大丈夫だよね。違うよ。じゃあでもさ、個人的にね、その暴動か、暴動の時にさ、殲滅は大丈夫なんだけど、暴動の時にそのこのその声が流れる時に、いや私ステージ上いて、そうちゃんと役にも入り込んでるんだけど、あすごいすごい怖えって思いながら行った気持ちもありました。
そうだよね、ミウも同じ役だからね。そうだよね。まあでもマサさんがその今後のネオンキッズやった時にずっと言ってたことが、前よりもすごくリアルにしたいって。もうだから全然背を向けてもいいし、なんかもちろん客席に声を届けるとかを意識してほしいんだけど、なんだろう、できるだけナチュラルに、舞台だけど舞台だと思ってほしくないっていうことを言ってくださってて、だからいろいろこの前よりもリアルになっていたのかなって思います。だからなんだろう、いろんな人の話を聞いてる時とかもやっぱずっと突っ立ってると舞台なんだけど、その私はそのトー横キッズを見に行った時にもう普通にみんなが地べたで座ってるんですね。そう、別に何かを敷いてるわけでもなく、で普通になんだ、そうだからゴミとかも全然散らばってるし、だからまあそれこそ食べ物とかもそうだしっていう、本当になるべくなるべく近づけて、だから話を聞いてる時とかも地べた座ったりだとかしててっていう、やっぱこの全然ね自分と身近なものではないから見に行かないとわからないなと思って見に行って、で土曜日か日曜日だったかわかんないけどすっごく人が多くて、で本当にキャリーバッグを持ってる子もいっぱいいたりだとかして、でもあのあやねちゃんの服装をしてる子がいっぱいいました。可愛かった。でもみんな黒いこんくらいの厚底を履いて TikTok 撮ったりだとかしてて、でも見に行ったからこそ、で皆さんも見に行っててすごくナチュラル、あやねちゃんってちょっと夕日みたいな子がいっぱいいました。いやでも私はあの衣装着れないなって思ったから、カズサで良かったのかな、イメージに合ってたのかな。でもそうだね、リアル、すごくリアルだったのかなって思う。私も衣装とかもわりかし今回は、この前のネオンキッズって結構さ、なんかそれこそネオンキッズって感じだけど、今回はわりかしナチュラル、トー横キッズの衣装さんのこのリアルを追求したかったのかなって。殲滅暴動はみんなはどっちが好きでした？結局ごめん、かれこれ50分くらいやってるね。なんかもう久しぶりすぎて、やっぱみんなと話すの楽しいなって今しみじみなってます。
ス暴動。やっぱね、暴動は本当にね、こっちも苦しいのよ。やってるこっちもね、本当にってなりながらやってるから、選別が多いかな。やっぱいやー、暴動のね、りんちゃん本当にすごい。あのさ、私アメヒコさんのことずっとアメサコさんって言っちゃうんだけど、なんかアメヒコさんを刺した後のりんちゃんがもう、でも私もってなるくらいだったから、だからその後あの警察に追われてるシーンで、ラムの話、人間の体って浮かぶようにできてるから怪獣なんか怖くない、いつか倒そうよっていうセリフがこんなに苦しく出ると思ってなくて、自分で。でもなんかこの舞台に関してね、そんなめちゃくちゃ感情移入できる舞台なのかなと思ったんだけど、めちゃくちゃ感情移入してて、りんちゃんは本当に表情がすごいかも。そっか、みんなも台本持ってる人持ってんのか、すごいね。お揃い持ってるって怖っ。もう台本もだって、そっか、分厚くない台本。そっか、みんなも持ってるんだ。トランペットも頑張って覚えたな。そう、まあね、結局選別も苦しいしね、悲しいし。でも私がセリフもしかしたらめちゃくちゃ多いかもって言ってる理由分かったでしょ、多分みんな台本見たら。見てて分かっただろうけど、村長がお世話になりましたって。いや、こちらこそお世話になりました。村長にお世話してもらいました。よく覚えたよね。私もよく覚えたと思う。あとはトランペットだね。そう、あのトランペットやるって決まったのも割と最初の方だったんだけど、いや、こんだけセリフあって歌もダンスもあって、いや、トランペット無理なんじゃないかと思って、で全然覚えられなくて、でなんでかって、これメールにも書いたんですけど、なんかトランペットって3本って指押すんですね。で普通にシャープもフラットもついてないのがドドレミファソラシドなんだけど、シャープがつくと全部ドも変わって、なんだっけな、ドレミファソラシドシ、違うな、まあ、楽譜でやったらシがシャープついてなかったんだけど、シドってなって、まさかの全部指番号が違ったの。だから普通はドがこうなんだけど、まずドがこれ、ドレ、普通のレがこれで、レミがこれで、これファがファファ、ソがソソで、ラララ、シはシャープついてないから一緒、ドでこうで、全部違くてなんか普通のだからシャープとかついてないその楽譜だったら全然いけたの、ドレミファソラシドって吹けたんだけど、まさかのシャープついてる、まさかの、しかもフラットもつくと思って、そうで、部活
部活吹奏楽って大体楽譜見れるやん、見れるんですよ。で私言っても中1の夏に部活に入ったから、中2の夏にAKB入って約1年間で、別にそんなうまい学校でもないし真面目にやってたわけでもないから、別にそんなでっかいコンクールも出たけど、別にそんなねコンクールってなんぞやレベルだったから、そう楽譜を見れるから別にそんな覚えなくてよかったんだけど、今回まず楽譜が見れないとなって、わりかし本番1週間前まで楽譜覚えられてなくて、そうだから毎日電車でこう音楽ダンスダンスダンスを流しながら、こうやって一人で電車で指番号やって、あ違う違うってやってて、でだってそんな8年7年8年まともに吹いてないから息も続かないし、そうで楽譜も覚えない覚えられないし、リズム感も全然わからんしっていう、でほぼゼロ、ほぼ初心者トランペッターから、トランペッターでした。まあよし今日完璧に吹けたって日はなかったけど、でも楽しみながら吹くのがいいよって、そこがいいところだよねってなって、でも楽器の先生に、服部さんすごくいい音鳴りますねって、それは絶対いけますよみたいな、めっちゃ褒めてくれる人だったの。いやいやできないですよってなってて、7年8年吹いてないですもんって言って、いや大丈夫ですって吹けますって言って、でちょくちょく来てくださって、服部さんめっちゃいいじゃないですか、いやいや吹けてないんですよだけどめちゃくちゃ褒めてくれる先生で、そうでもそう初日あのねバタコ役のコンさんが体調不良で最初出れなくて、でコンさんと一緒に吹けるってなった時にめちゃくちゃ急に自信ついてありがたくて、1時間バーッと舞台の話したけど、なんか舞台について質問ありますか？でもね本当に、あそうメンバーとかも結構ね来てくれてありがたいなって、印象に残ったシーンか、個人的にやっぱ3人のその最後喧嘩してるシーンはめちゃくちゃ好きだなって思った。あそこは緊張したけど、あのリストカッターだったんだよっていうところはすごい緊張してたんだけど、それまでがすごい楽しかった。セリ
リフはどのくらい頭に入った？セリフね、今回でもわりかし早い段階で覚えなきゃ覚えなきゃってなってて、でもなんかりんちゃんは前やってたから覚えてるし、あやねちゃんめちゃくちゃ覚えるの早くて、私が結構ギリギリまで台本持ってたけど1週間ちょっとで覚えたんじゃないかな、セリフは。そう、みゆも来てくれたし、いくみも来てくれたし、あさほさんも来てたんだ。あとさやりんも来て、小田さんも来てくれたし、ランちゃんとまなかとさやりんかリラかな、結構来てくれて、あね、ずきちゃんも来てくれてたんだよね。そう、まなかからも長文の感想来てて、さやりんもめちゃくちゃ褒めてくれて、その優しさにすらもう涙です。本当にありがたいことにこの期間で愛されてるなとも実感したので、愛されてる分私も本当に人に感謝して生きていかないとなって思いました。謝り方はそうだね、毎回どれだけ素直じゃなく面白くできるかは考えてました。ごめんなさいの言い方はもう本当にアドリブでした。もうその時に思いついたように行こうと思って、あとあれだよ、 DVD ブルーレイも販売されるんだっけ。そう、だから本当に全部アドリブでした。あそこの私のやるシーンは、謝るシーンもそうだし、謝ってからどうするかとか、りんちゃんにゴミを投げつけたり隠れたり寝転がってみたりとか、全部自由にやらせてもらいました。お、もう予約してくれたの嬉しい、何日のが収録されるか私は分かってないんだけど、不幸顔もね私の方が得意なんじゃないかっていうくらいりんちゃんの不幸顔はまだまだ可愛かったのではないかと思います。そう、まさかのね、りんちゃんに捕まえられると思って避けたらまさかの避けれたってのも、あれも何にも相談してないんで、どうだろう。でも皆さんが、私もそうだし、カズさんもすごくこれで好きになってくれたら嬉しいなって思いました。
ラマさんのこともね、カズさんはかばってあげれるので、いいやつではあるんです。いや、舞台か、でもお芝居はすごく楽しいなって感じたんですけど、皆さん的に今回の私のお芝居はどうでしたか？自分の違う、自分と全く違う性格って難しいけど、演じるのって楽しいなって感じたのが本音ですね。嬉しい。なんかね、いろんな、なんかファンの方からもそうだし、メンバーとか来てくれた人とかもなんかすごく頑張ってる私を見てうるうるしたって言ってくれて、すごく嬉しかったし、なんかうん、そう、生き生きしてたって。本当ちゃんとカズさん慣れてたかな。そう、まるさんからもそうなんだろう、メッセージ、紙にメッセージいただいて、まるさんってこんなに人のこと見てたんだってそう、すごく嬉しいメッセージもらえて、役者向いてるのかな、自分じゃ全然わかんないけど、そうだね、まるさんに本当に感謝です。いや、まるさんのメッセージが本当に染みちゃって、染み染み染みで、しかもちゃんって書いてくれてる、お手紙に。手紙、写真撮っとこう。ね、なんか私たちも上映会したいなって思った。手紙はね、受け取ってるけどね、先週録の後のお手紙は受け取れてないのかな。受け取ってはいますけど。私のハッシュタグはバカなのでいや、そこも愛だなって思いながらいっぱいいじってもらいました。まるさんめっちゃ字綺麗、しかも
いい写真がいっぱい。いやメンタルは別に強くなってないよ。めっちゃ綺麗。愛のあるメッセージですよ本当に。そうだよ、バカっていう言葉めちゃくちゃ重いんだからねあれ。めちゃくちゃ重い言葉なんですから。使っていこう。ハッシュタグバカ。千秋楽めっちゃ泣いてたよね。気づいたら泣いてたわ。メンタルは別に強くなっていません。裏界隈ね。あ、そう、そういえばポルノ役の相沢愛ちゃんと本当にめちゃくちゃ仲良くさせていただいてて、なんです。初日と千秋楽いい意味で全然違って驚いて。嘘、全然違った。そう、あと本当にナミネ玉木さんにめちゃくちゃ支えてもらってアドバイスもくださったりとか、本当にあったかく声をかけてくださって、連絡もたくさんしてくださって、本当に姉さんにめちゃくちゃ支えられました。私のメンタルを助けてくださった玉木さん、役もかっこいいんですけどめちゃくちゃ優しくて、私も姉さんみたいに強く生きて姉さんみたいになりたいって思いました。歌うますぎるよね。もうだって歌手ですもの。皆さんやっぱ世代の方が多いんですかね、姉さん世代が。めっちゃ綺麗、めっちゃあと胸綺麗。胸綺麗。ね、ガンダム世代にもやっぱすごいんだ。そう、ね、いやもう姉さんにはこれからもお世話になる。また会ってくださいって言ったので会ってくれるはず。まあもうこうやって毎日喋ってると、毎日じゃない喋ってると止まんなくなっちゃうね。だからここ何日かさショールームもやってなかったじゃん。だからそうお話ししたいなーっていう気持ちはめちゃくちゃあったけど、
そうだね、クリスマスにお話し会があるから、お話し会みんな来てくれますか？サンタさん、サンタさんになるのかな、多分サンタさんになる気がする。でも本当にこの期間皆さんに支えてもらって、ありがとうございます。ちょっと髪の毛だけどうしようか考えよう、今週中に。ね、そうだよね、この期間でお話し会の再販も気づいたら終わってたから。だけどわ、今何か言おうとしたんだけど忘れちゃった。忘れちゃった、なんだろう、忘れちゃった、忘れちゃった。うわー、ネイルがもう毎日舞台やってるとさ、結構いろんなところでテープつけるからネイルが取れそう。生写真は明日まで。何の生写真？ウサギだっけ？ウサギ？ウサギさんか、私すごい。パパ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 パって撮っちゃったあの写真ぜひゲットしてください。でもあんまり写りよくないよね多分。めちゃくちゃ稽古期間に撮って、やばいやばい全然時間ないと思って撮っちゃったから、ちょっと許してください。あとあれだ、17周年のグッズかなんかかな、ちょっと忘れのないよう、よろしくお願いします。あとサイレントを見て、てかこの前先々週のサイレントを30分半分だけ見て、後半見てなくて忘れてて、多分舞台始まってバタバタしちゃって、まあもういいやと思って先週のさっき見たんですけど、なんともまあ苦しいじゃないですかね、最終回だよね今週で、寂しいんですけど、最終回も楽しみに、終わってほしくないですけどね。
りあえずじゃあ今週はお話し会かな。鬼滅まだ見てないからちょっと見ようかな。じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。また明日すると思うので終わっちゃわない方がいい。全然私はみんなと話したいけど、やっぱねこう配信毎日してるとやっぱ4日間くらいしてなかったんかな配信。いや暇よ暇よ。だって今日一日パジャマだったし、みんなにこう構ってもらえていつもありがたいなと思って生きてますよ。りょうたさん、かわいい。クリスマスツリーかな。ありがとう。クリスマスツリーありがとうございます。配信なくて寂しかった。本当ありがとう。優しい。チケットあと何枚残ってるんだろう。でもこの舞台期間もほぼ毎日スタバを飲んで生きてました。もう最近結構食べるんだけど舞台期間全然食べなくてスタバで糖分取って生きてた。そうだね、本当に音信普通だったもんね。生きてるって生きてるって連絡が結構来ました。チケットねあと4枚くらい残ってるんじゃないかな。あと5枚残ってそう、舞台来てる方とかはね生きてること分かってるから大丈夫かなって思って。でも逆に舞台やってる期間にショールーム毎日しといた方が良かったのかなとかも思ったり。インスタに今何載せようか迷ってる。写真を
引っ越しスペシャルだって、カウントダウン TV。 ねえ、もうクリスマスでもあるし、お正月でもあるし、年末だし、早いね。今日はまだ洗い物もしてないから、洗い物もしないと。でもね、洗濯はしました。50分になったら終わろうかな。でもね、お母さんが来てくれてめんどくさかった布団のシーツも変えてくれたりとか、掃除とかもしてくれて、めちゃくちゃいろいろしてくれました、お母さん。そう、私が舞台やってる時間もお家でいろいろしてくれたりしたので、ありがたいです。お母さんも舞台良かったって言ってくれましたね。最近めちゃくちゃ寒いよね。だからもうモコモコに変えて、もう嫌だ、気になるね。ねえ、岐阜も雪降ったって言ってたから、スタバが新作持ち入りだって。このさ、クリスマスのさ、イベントは何なの？見てみよう。年越し配信したいな。ポイント高っポイント高っ。え、すごっ。え、見た？みんなポイント熱すごくない？え、順位って何？
から初詣は行かないよ。だって寒いもん。だって去年も年越し配信したよね私。え、してないっけ。え、した。え、したよね。記憶なくしちゃった。え、してたよね。実家帰りたいな、迷っちゃう。何このクリスマスギフト。え、すごい、私13位にいるんだけど、なんか嬉しい。何これ。対象ギフトポイントの達成状況が表示されます。すごいすごい、13位にいる。いや、ほら見て、80万ポイント。2023年もおしゃれに過ごそう、好きなお洋服何でも買えちゃう券をプレゼント。50万ポイント、クリスマスといえば豪華コスメセットをプレゼント。20万、ショールームサンタからのプレゼントだって。80万って。80万って。釣り糸はもう一本来てね、本当だ。え？え、にやけてんだ。リュッケさん、クリスマスツリーありがとうございます。リュッケさん、いつ来たんだ。最近。リュッケさんだ、ありがとう。リュッケさん、今なんかにやってしたね。にやってしちゃった。ついすまへん、いやらしい顔してしまった。ああ、みんなと喋ってるとあっという間。時間久しぶりだったし、余計にあっという間に感じるんだろうね、時間。素直なんです。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとう、長時間配信に付き合ってくれて。13位新血アットマークナトリドンさん、12位りょうりょうさん、11位 YK さん、10位リュウフトさん、9位しんすけアットマークナトリドンさん、8位ゆうきさん、7位サイドアットマークあいんちさん、6位TK トンからアットマークタイさん、5位ホッサーさん、4位ロロさん、3位リュッキアットマーク舞台最高に楽しかったさん、2位ミプピアットマークユナ大好きさん、1位リョータットマーク鳥ももしさんです。タワーもありがとうございます。ありがとう。それでは皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバイ。またねー。